皆さんこんにちは、Pレジェンドの大林です。スモーデッドリフトの解説をしていきます。コンベンショナルデッドリフト、まあ、いわゆるこう一般的なデッドリフトと違いまして、足幅が広くなります。まあ、これお相撲さんがこう四股を踏むような足幅でデッドリフトをやるので相撲デッドリフト呼ばれたりするんですけども、足幅が腰幅になるデッドリフトと何が違うのかと言いますと、足幅が広くなって上半身が前傾しなくなります。上半身がコンベンショナルデッドリフトに比べて垂直に近い姿勢になります。ここは大きな違いになるんですけども、それによって腰回りの負担が若干減ります。なのでぎっくり腰とかされたことがあってデッドリフト不安だなっていう方は相撲デッドリフトの方が合うかもしれません。あとはですね、相撲デッドリフトの方が足を開く分持ち上げる距離が短くなるんですね。相撲デッドリフトだとここまで、コンベンショナルだともうちょっと高い位置まで上げないといけないので、バーの移動距離が短くなる分、相撲デッドリフトの方がより重たい重量を扱えるという方が多いです。人それぞれですね、骨格、柔軟性によるところもあるので、一概にですね、相撲デッドリフトにしたら重たい重量が扱えるかというと、そういうわけではないんですけれども、より重たい重量を上げたいという方とか、将来的にこうパワーリフティングに挑戦してみたいよという方なんかは、こういう相撲デッドリフトを試してみるのもいいかも。知れません。お尻とかももの裏側といったそういう足の筋肉に対する刺激っていうのはそんなに変わらないんですけども、コンベンショナルデッドリフトに比べて若干ですね、大腿四頭筋前ももへの負担が増えるかなという程度なので、もちろんですね、お尻とかももの裏側を鍛えたいっていう方も相撲デッドリフトやっていただいて、十分成果は期待できます。最初バーから指1本分ぐらい距離のところに立っていただいたら足を大きく開きます。どれぐらい開くかっていうのはその人の柔軟性、骨格によるところが大きいんですけども、しゃがんだ時にこのすねが地面に対して垂直になるぐらいの位置が基準になるかなと思います。それよりも必要以上に広げてしまったりとか、こう狭くなってしまったりするとちょっとですね、パワーのロスが大きいので、まずはバーをグッと持った時に、すねが垂直になるぐらいの位置を基準に決めていただいたらいいかなと思います。手の位置は自然にダラーッと真下に垂らした状態で持っていただいて、あとは一緒です。しっかり息を吸い込んで真上に持ち上げたら下ろします。しっかり息をまた吸い込んで姿勢を作ってから持ち上げて下ろしますという形です。バーを地面に下ろすときにぐーっとゆっくり下ろしてしまうと、この下ろすときに腰回りにものすごい負荷がかかってしまって、フォームがきっちりしていても怪我のリスクが上がってしまったりするので、持ち上げてからスッと下ろすのが理想ではあるんですけども、このデッドリフト非常に大きい音が出てしまうので、ジムによってはデッドリフトでバーを床に音が出るように下ろすのを禁止しているところは結構あります。なのでそこはですね、ジムのルールをしっかり確認をしていただいて、音が出るような下ろし方が禁止されているジムでしたら、下にクッションを敷いていただいて音が出ないように工夫をしていただくとか、軽めの重量を使っていただいて、なるべくゆっくり下ろすようにしていただく、しっかりね、ジムのルールを守ってデッドリフトを行うようにしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。